では証明が終わったので、もうこれは円周角は中心角の半分、中心角は円周角の2倍だっていうことはもう基地のものとしてね、すでに分かっているものとしても使わせていただきます。では13ページですね、円周問題からですね。徳島、長崎、長崎2つ出ちゃいましたね。で高知、茨城、兵庫ですね。1,2,3 どこか集めてみましょう。はい、3つだけ。まず3つね。1番、演習4。徳島県かで、ここ240ですね。でこれが AB ですか。でここに C ですね。でここ、この赤い部分を求めるんですね。ここを求めるで、ここが40。まあこれはね、慣れてれば、慣れてないと辛いのかな。これ別に難しい問題ではなくて、三角形 CAB においてここの部分が分かればいいわけじゃないですか。この C の部分が分かれば、180度から40度とこの C の部分を引けばいいか。そうするとこっち側の弧ですね、この弧 AB に関しての、中心角が240度だから、こう AB に関する円周角 C っていうのはその半分でしょ。だから暗算で申し訳ないんですけど、これ120度ですね。だからこの X の部分っていうのは180から120と40を引けばいいでしょ。そうすると160だから20度でいいんですかね。ごめんなさい、暗算でやっちゃってますけど、よろしいでしょうか。まあ聞いて、見ていただければ分かりますよね。三角形 CAB 180度で40、120ですかね、半分ですからね、よろしいでしょうかね。だから20度です。2番、長崎の問題ですね。あ、これか。ABC で、こうですか。で D、でここが42度、うん、で求めたいのはここですよね。この赤い部分ですね。でこれ条件、この長崎の問題ちょっとこれ親切すぎるんですけど、あ、親切すぎる、あ、自分で書いたんだ、ごめんなさい。いいんですね。これを見た瞬間すぐ反応してほしいのはここですね。もう直径があったらこう90度、これですよね。だからもうここ90度だから、残り三角形 DAC において内角のは180度なんで、残り90度分だけですよね。この A と C を足したら90度なんだから、 A さえ分かれば90度から A を引けば当然赤しか残ってこない。そうすると、最初の方でもお話しましたけど、円周角があったらその円周角に対する弧はどこかなってチェックしてくださいと。したらこれこうでしょ。じゃあ今度この子に対する円周角他にないかなって見ると、ほらここにあるでしょ。っていうふうにまず子に着目するんですね。与えられてる条件の円周角に対する子をすぐチェックして、その子に対する円周角が他にないか、もしくは作れないか、作ることによってうまくそれが利用できないだろうか常に意識してやっていけばもう一発ですよね。そうするともうこれと赤と黄色足して42度なんで、90度引く42だから48かな、まあ、48。いかがでしょうか。長崎これで OK ですね。次もう一個長崎なんですね。今度はあんまりいい絵じゃないな。
よいしょ。で、どうなってるかっていうと、こうで、こうで、こうで、こうか。で、ここに中心があるんですね。B、C、D ですか。で、48度。48度。で、ここ20か。で、これどうやって求める？これ一見さ、いやらしいっていうか、ここ求めるんですよね。この真ん中のずれてるところですよね。で、前、ごめんなさい、私の記憶が確かであれば、このようになんかちょっと中途半端なところを角度が求めるときって外角の性質化パターンが多いんですよって言って記憶があるようなないようで、そうするとこれももうこの時点で一発ですよね。あれ回答ではどっちだったんだろう、ごめんなさい。とにかくその場の思いつきで解いてるので、今の方がちょっと頭の疲労感少ないんで、回答よりこっち側よりすぐ解ければいいんです。これこっちここ25度ですよね。いわゆるこの25度に対する円周角ここでしょ。円周角でこうここでしょ。したらこの子に対する円周角ここでしょ。したらこの三この黄色い三角形のもう外角のもうこの三角形の外角と四角見えなかったんで今。別にこっちを48にしてもいいんだよ。48にして外角だ。なんかこっちさこう見えちゃったんで。だから、こっちにしたかな、回答。いいや。だから、まあ、どっちでもいいんだと。で、どっちが、48をこっちに持ってきても、25をこっちに持ってきても同じですからね。だから25足す48だから、ここは73度になるんだ。いかがでしょう。これで長崎2つ OK ですね。よろしいでしょうかね。あ、最後がちょっと、はい、4番、今度は高知県の問題ですね。直径があって中心があってこうかで、こんな感じですか。こんな感じですか。A、B、C、C、O で、こうですね。で、これ自分で条件書き込まなきゃいけないんですね。書く A、B、O、ここだ、A、B、O、これか。ここが57度。で、書く COD。COD ここか、ここが32度か、32で角 AEO、 AEO 変なとこだね、ここだね、ここを求めるんですね。角 AEO ですね。 AEO いいですね。ここを求めなさいっていう、これはね、では、どうしようかな。ああ、そっか。これはちょっと慣れてないと辛いかもしれないですね。で、こうですね。で、これね、ヒントとしては何かっていうとですね、意外と直径があるでしょ？直径があったって ABD は直径ですよっていうふうに条件出てるじゃないですか。ということは、直径に対する円周角が90度っていうのは実はよく使われるんで、とにかく直径っていうふうにあった時にわざわざ直径って書いてあるっていうことは直径の円周角が90度だっていうことを絶対使うんだよっていうことは絶対と言い切れませんけども、まあ、使うんだっていうことを前提に考えた方がいいんですね。そうすると BD に対する円周角の補助線を引いてみるんですよ。でもここしか補助線引けないじゃないですか、こうやって。
あ、全く方向性が見えない場合と、この問題なんかなかなか方向性見えないと思うんですけど、方針が。ただ直径ですよって言ってるってことは、直径に対する円周角が90度多分使うんだろうと。じゃあ直径に対する円周角、今この中には表記されてないので補助線引いてちょっと引いて、考えてみようと。これ直角でしょ、直角ですよね。そうするとほら見えません、ほら。で次にやることは何かっていうと、中心角だとかや円周角が与えられていたら、その中心角もしくは円周角に対する弧をチェックしてみようと。今これこの中心角が与えられてますから、この中心角に対する弧はここでしょ。じゃあこの弧に対する円周角どっかにないかなったら、ここにあったじゃないですか、ほら。ということはここは中心角の半分だから、ここですね。これは、16度になりますよね、半分だから。16。で、角 BAD は直角ですから、ここの部分。角 BAE っていうのは 90-16 ですよね。そうすると74度。74度か。そしたらこの三角形、これですね、三角形 ABE、 外角は使いませんでしたね、三角形 AB の内角のは180度なので、180から74と57度を引いてみればいいんじゃないですかね。だからここのところは、ここは180度から74度と57度を引けば131124、そうですね。そうすると花、そうするとこれ40いくか、40する。これやっぱり難しいでしょうね。一瞬振り固まっちゃったんですけど、やっぱり直径ってあった時に直径に対する円周角が与えられてないので、この補助線を1本引いた時点でつながったでしょ。そう、三角形 ABE が見えてっていう流れ、これが一番いいんじゃないですかね。うん、多分これは他にないんじゃないのかな、他見えないですね。はい、じゃあこれはこういう形で、だから直径があったら直径に対する円周角補助線引いて一回作ってみると、絶対それは大事なことですね。といつも言うように円周角に対する弧、もしくは与えられる条件の中心角に対する弧を見て、その弧に対する円周角はどっかにないかなって探したら、もうすぐぴったりありましたでしょ。だから、直径に対する円周角は常に皆さん意識するとよろしいと思いますね。今後いかがでしょうか。では次いきます。2つ書けないな、これ消したくないな。じゃあもう一個ね。今度は、5番ですか。茨城県ですね。中心があって、どうなってた。中心があって、4、こんな感じですか。まあ大体でごめんなさいね。で、O があって、A があって、B があって、C があると。いやらしい、またいやらしいところ求めるんですね。ここ求めるんですね、ここ。いやらしいですね。で、条件はここが38度、ここが38度で、ここが、そして、あと条件は、これ図が良くないな、図が良くないな、ごめんなさい、これ図が良くないけど、いいや、あ、やっぱりいいか、ごめんね、ごめんなさい。これ AO 平行を BC って書いてあったんで、この辺をこうして、図がちょっとこういう感じなんですね。
ごめんなさい。ですね。で、ここを求めるんです。中途半端なところを求めるんですね。で、条件は、この OA と BC が平行だと。なるほど。そうすると、これで考える、こう考えればいいんですよ。で、まず、38度でしょ。中心角に対して練習角どこかな、弧はどこかなって言ったらここでしょ。で、弧に対して練習角あるのかなって言ったらここにあったでしょ。そう、これ半分ですからね。だからこれは、19度。そうすると、ここさえ分かれば、ここさえ分かれば外角の性質から求めたいと求めるじゃないですか。したらば、この平行という条件使ってないですよね。ということは平行だから、こことここ錯覚だから、38、こう錯覚でしょ、見えてます、平行でしょ、斜めの錯覚、内側の反対同士ですね、38度。ってことは、もうあとはこの求めたい、求めたい角度はこの黄色い三角形の外角に当てはまりますから、ここは19と38足すと48、57かな、ね、57になったと。よろしいでしょうかね。というふうになるんですね。ね、というふうになるんだと。だからやっぱり中途半端の角度っていうのは外角の性質を使うパターンが多いですよね。これは違いましたけどね。いかがでしょうか。じゃああと1個なんで消させてもらいますね。こういうのって。大人の再学習者の方っていうのはこういう図形の問題とかも好きなんですよね。なんかすごく面白いっていうふうによく言われますね。別の場所でお話っていうか勉強一緒にしてる場所があるんですけども、僕は好きじゃないんですけど6番ですね。はい、ちょっとよいしょ。あの円の図形、円の問題はこの円周角だとかね、いっぱいいろんな性質使うから面白いんですけどね、見えるとね、見えないとすごいストレスになりますけど、ね、頭の体操にはいいかもしれないですね。よいしょ。で、よっ。よっ。A でしょ、O でしょ、B でしょ、C ですよね。28度、ここが12度で、ここ求めたいのもまた中途半端、あ、中途半端でしょ、こういう、なんて、なんか宙に浮いてるような感じじゃないですか。そうすると、これは、どこの問題、これ兵庫県ですね。これはいい、これは楽じゃ、今楽ですよね、楽ですよね、点ですけど、この28度の、円周角に対する弧はここでしょ。で、この弧に対する円周角は他にはないけど、ここに中心角があるじゃないですか。ということは、この28度の2倍だから56度で、ほら、できちゃった。大体こういうふうに宙に浮いてるのは、外角の性質使えばいいんだから、ほら、この三角形ですね。この黄色い三角形の外角の性質を使うと、56と12足せばいいでしょ。だから68、どういうんですかね、68、ね、これパッと見てるのは、図を、なんだっけ、位置を確認してるんで、今この場でほとんどやってるので大丈夫ですよね。だちょっと変えたとしよう。だからこれしか、これに関してはこれしか別解ないと思うんで、まあとにかく宙に浮いてるものは外角の性質を使うことが多くて、ポイントは与えられた円周角に対するまず弧を見る。で、その弧に対する円周角もしくは中心角があるからチェックする、ありましたよね。そしたら、あとの与えられた条件と足すと外角の性質より赤が見えるということで、まあちょっとこれどうですかね。まずここまででちょっと皆さん一回休憩して、また次の新しい項目いきましょうか。
ではこの13ページ、これ案外面白かったと思いますので、ちょっとじっくり楽しんでみてください。じゃあ13ページまで終わりにします。